だが堀北、俺はお前を仲間だと思ったことはない。お前も志田も平田も全ての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。このようなことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいれば。だが堀北、俺はお前を